600人ぐらいですか。5、600いますよ。パチスロが400何十台なので、はい、番号によってはパチンコということで。そうですね、サバイバルのハンターですけども、そこからもうサバイバル始まってますから。あら素敵、ここキャンプ地とする。あ、来た。水曜どうでしょう。どうですか、何番目ぐらい今サマイが。あ、サマイが、サマイよ、うん、あ、いやもう覚えてないですよね、久しぶりすぎて。あ、そう、俺多分まあまあの位置にいるんだよね。あれ、そんなことない。いや、なんか、これシーズン3ぐらいでしょ。ああ、一世バッチさんの収録が終わった後ぐらいに僕一回撮って。ああ、マリモさんと。ああ、マリモさんいんの今。え、いつの間に。最初からいません、マリモさん。嘘。え、ちょっと待って、サバイバルハッターって今誰。バッチさん、僕。ああ、で、テレ君がいなくなったでしょ。ああ、で、嵐さんか。で、水木あやちゃん。水木ちゃん。ああ、葵ちゃん、葵ちゃん。ああ、そうだそうだ。あ、そうなんだ。あ、いたわ。あ、いたでしょ。まあ、番号近ければですけど、うん、教えて松本先生を今日開催したいです。いや、もう十分やったんだけど、もうこうカメラマジで始まる前まで30分間ぐらいずっとどうやってパチスロカツン講座ずっとやってたけど、ずっとやっていただいておりましたけれども。まだね、パチンコパチスロの未来は明るいですよ。まあ、ちょうどね、明日からかスマスロですからね、はい、スマスロ前でこの人間、ね、そうっすよ。スマスロ導入されたらこれ倍になりますよ。倍になる、あらららららら、まである、倍になる。何も考えてないやつのいい分だね。あ、お前みたいなのが政治家だったら暴動が起きるよ。あ、消費税 30% ドン。どんどこどこどんどんどん、うーわ、無料空所ありがとうございます。無事抽選終わりましたけど、はい、何番ですか、いかがだったでしょうか。番612番です。並ぶ気あるんですか、一緒に一緒に打とうって言ったじゃないですか。すいませんでした。ドゥルドゥル3ドゥルドゥル7ドゥルドゥル、俺より後やないか。いた、こんなに。いないいないいない、700でやったのかな。600人は、まあ、まあ、600人はいたと思う、多分。いい、じゃあ今日もうこれで帰って。打てませんでし た、 パチンコかいな。まあ、よっぽど、いや、だ、空いてる台はあるんですよ、なんだかんだね。パチンコだったら最近何。あ、けどオブザイヤーは僕カラクリです。あ、カラクリ、まあ、いいんじゃない。オブザイヤー、それこそ最近トレジャーの方で俺タナチューと、あれ打って、ティガ打って。あ、ティガティガ、この間もティガその別件で打ってたけど、はいはい、ティガ最近来てるね。ティガ来てる最近。来てない。いや、来い。なんでダメなの。僕、6連通食らったんすよ。いや、もうやった方がいい、絶対。逆に帰ってくるよ。あ、まあまあ、っていうのはありますよね。パチンコだったらティガ行こうじゃん。あ、じゃあティガに、ティガでもいいっすよ。パチスロだはもう、パチスロはもう無理でしょ。ダメだろ、ね、空いてる台はあるんですよ、この番号取って。あ、あるとは思うよ。結局ただもうそういうのでやってないじゃないですか。そういうのじゃないってね。その打たされるの嫌いなんですよ。逆にティガのが取れねえかもな。ああ、まあ入ってからとしか言いようないわ。まあ、そうですね。もう本当死のご言えない。うん、ノーサバイバルです。そうっす。サバイバルじゃないです。今日宅飲みみたいな。まあ、そうね。はい、そうね。一旦帰って宅飲み。すいません。あまりにも激戦すぎた。すいませんでした。オープニングから、お店が良すぎた。これはしょうがない。楽しんで帰ります。すいませんでした。お世話になります。お世話になります。おはようございます。お願いします。何も空いてねえわ。何も空いてねえわ。おじゃぐも空いてないわ。なるほど。いや、パチンコも。ちょっとバチさんを待ちましょうか。コーヒーワゴンのふりしてバチさんを待とう。10分っす。もう当たってますわ、みんな。おはようございます。お願いします。よし、おはようさん。まあ、パチンコに行きましょうか。ティガは空いてそうっすよ。ティガはパチンコですらすごいね。ティガはいけるんじゃないかな。ええよ。いけないか。あ、いけるいける。あ、いけるよ。ワンパンマンな、ワンパンマン好きだよな、みんなな。もうせっかくだから広いとこで打とう。
ここ後ろのカム、ここ一番頭に来た、ね、大事大事、もう広いところで打とう、そうですね、はい、広いところで打とう。さあ、というわけで始まりましたサバイバルハンター。うわー、サバイバルハンター、サバイバルハンター。始まりましたけど、サバイバレてないですから、始まりましたけども、大盛況ということで、はい、ありがとうございます、600オーバーで2人とも入場となりました。の中選ばれたのはティガでございます。ティガはね、もうあの一緒に並んで打ちましょうかなんて言ったんですけど、なんかあれですね、トップ取らないと落ちる可能性があるらしい。そういうことです、ね、いきなり厳しくなったら多いという、マリモさんが今3500枚ぐらい、今シーズンプラスで、あと1位の座取っとけばとりあえずは落ちないんだけども、その他の5名から3名落ちるという状況下ですので厳しいな。残り5名1位以外の残り5名から3人落ちるじゃないですか。でしょ、でマリモさんは落ちないでしょ今のところ、今のところ。だから下5人から3人落ちるってことですよね。そうですよね。はい。まあ、マリモさんの席取るか。そうですよね。まあ、あとはもう真ん中ら辺で、運に身を見委ねるかみたいな、まあ、この先条件が発表されるらしいですけど。イーロン・マスクが来たツイッターじゃねえんだから。いやいや、もう、自主退職。本当に。自主退職迫られちゃってる。3ヶ月分の給料くれるんじゃねえんだから。やめろ、言うたな。やめたやつはやめろ、って。ただ、そういった意味では、やろちゃん今、どのぐらいなの？プラス200枚ぐらいだそうです。あ、私がプラス1150枚ぐらいかな、はい、だからまあ敵くしくも、はい、必要な場所には座った感はある。いや、そうなんですよね、うん、確かに3000枚クラスでしょ。いや、もう3000枚からだよ、ね、からですね。俺だから俺も2000枚ぐらい、2000枚からだから、はい、そういう意味では最後の最後まで目が離せない実際になるんじゃないかと。まあやってみましょうよ。そうですね、やらないのは分からん。我々もそのウルトラマンみたいなもんじゃないですか、なんみたいなところありますよ。3分しか稼働してないとか。そうそう、いや違う我々も光の戦士みたいなところありますよ。光の戦士、あ、ありますあります。まあその辺じゃあ追って打ちながらその辺はもう追ってその意味と言っても、まあ、長くなるんでね。そうですね、長くなりますから。そうそう、まあ1分1秒惜しいんですんで、もう本当そうです。ちょっと打っていきましょう。いや、わかりました、光の戦士、俺たちこそが光の戦士だ。うわ、ウルトラマンティガ、あ、なんか点のところおかしいな。点つけるポジションこれあれやで、偶数揃った時点で 50% ないで、はい、いや、そういうことです、そういうことです。だって45%だったかな、その時点で偶数はで、はい、奇数揃いだと 50% で、37確定でしょ。だから、はい、その確定の37に持ってかれて、うん、かもっとないんですよ。もっとない、あ、あるよ。ないね。あるある、合算なんですよ、それは。ある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 、あ、ないですよ、ないですよ。ある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 、だからその、うん、45% しかない。もっと低いっすよしよっしゃ、参りましょうよ。はい、俺たちが光の戦士だ。その通り。よっしゃ、やってやりましょう。あ、返しが、光の返しが、そう、何でもつけ、あ、ティルン、ティルン、ティルン、くそ、よし、よっしゃよっしゃ、やっていくか、やってやりましょうよ。入れないの、カスタマイズしない、バチ、いや、しますよ、もうマストマストです。どれ入れたの？いや、バチさん何ですかちなみに？俺は、まあ、これ、まあ、どれにすかいつも迷うな。はい、これボタンブルブルもさ、はい、結構入れてみたらいろんなとこで。ボタンブルブルするから、でも最初はさっき読みでいく。もう僕は初手からボタンブルブルで。あ、そうなんだ。いきます、はい、こうやっぱ早く知りたいというか、焦らないしね。それがなかった時のがっかりより、うん、やっぱその発生した時の安心を取りたいというか、うん、なるほどな。だから僕も何気にタイマーついてるけども1ミリも期待してないですから。でもそれあれだぞ、知ってる、あ、金え、ドキドキ、ドキドキする。変動時、はい、入賞時、はい、変動時より後ろで発生したら 98% だから。はあ、そうあれ、そうあれ。 あけど反映されてないまだあります、もしかしたら。
あ、まだ？はい。熱っ。あのカットイン出るところでボタンブルブル出る可能性あるからね。あ、そんな後半でもあるんですか。あるあるある。それが一番ケツ多分。あ、お赤保留ワンチャンあるぞ。いや、これいわゆるポロイチですよ。これ何ポロイチ。何ポロイチ。ポロッと入った一玉目で当たるっていう。うわ、あの我が師谷村先生の。うわ、ポロイチ。ポロイチですこれ。何言ってんだお前。あれあれ頑張れ頑張れ。何気に裏ボタンも豊富なんですよね。先輩は4でございます。いや、これ止まったら熱いぞ。止まるんかい。 マジポロイチだ。ポロイチ。ウルトラライコーモード来たかぞ。同時に当ててやりましょうかね。なら先輩4、僕も4です。あー、深いタイプ。間違わんかな。まだ、でも俺緑保留だな。あー、キーストック来たわ。あー、ダメか。俺あれだ。え？お、なんていうのかあいつ。グリッター、グリッターティガ。グリッターティガです。当たりますよ、それ。動きがありますね。ウルトラプラスウルトラ。あ、ヒロアカナ。いや、いきなり来ましたね。いいな。唐突に訪れましたよ。当たりますよ、それ。暗黒の支配者。ガタの像は。ガタの像はチャンスアップが1個でもあればもう当たりです。タイトルは普通です、はい、歌も普通です、はい、ボタン出ろ、ボタン出ろ、出ろ出ろ。あはや、光の戦士や。その速さたるものたるや。あ、光の戦士や。光の戦士。すごい、2プッシュしちゃったよ、焦って。まだ6回転なのに。いいな。さあ、4からスタート。こっからなのよ。そうですよ。これね、こんなもん偶数引いても何の意味もないからね。何の意味もない、何の意味もない。まずは行かれますよ、はい、上に行かれて。そんな運命なんて変えればいい。そう、運命なんて変えればいい。変わらず、変わらず、運命は変わらず。だからもう偶数のあの時点でもないんですよ。まあまあ50パーないですか。まあまあいいでしょう。昇格に期待。カットインは出ろ。止まれ止まれ。止まった。マジいいな。バジさん、それ2万円で売ってくれませんか。ダメだ。預けてくれ。あ、預けてくれ。よいしょ、楽しい時間の始まりだ。じゃあお酒に行ってくるよ。いや、そうですね、見せつけてください。光の戦士たるゆえんを、俺が、俺たちが、何がデンジャーじゃ。そんなわけあるかい。危なくないよ。何がデンジャーかって。僕めちゃめちゃ寝かせるんすよ。パチンコパチスロのもう打ってる年数長すぎて、はいはいはい、そもそもそんな60、ほら大丈夫なの、大丈夫なの。60分の1とか、はい、その300分の1、はい、なんて、はい、確率通り落ち着かねえから。あ、当たり前体操だから。おうおう、確率通りいかない。当たり前体操。ハマったり連チャンしたりする。当たり前パチンコ。よいしょ、素晴らしい。ウルトラ、楽しい時間の始まりだ。このボタンが綺麗なんだよな。このボタンめっちゃ綺麗。このボタンとこのロゴめっちゃ綺麗。この台の一番いいところ、ロゴとボタンが綺麗。はい、じゃあもう一回あります。ここ、ここ、ここ、あの M1 グランプリっぽい。わかるわかる。ガガ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 ガ
やけど、うん、速度的な話に言うとか一撃的な話で言うともやっぱパチンコなわけじゃないですか。まあそうだね。それでもパチスローをめでる理由は何ですか。パチスローは勝ちやすいからだね。パチスローはシンプルに好きなのはあるけど、はい、勝率はいまだにパチスローが絶対高いと思うけど。へえ。おいそんなこと言うから、そんなこと言うから、パチスローの方がって言うから、なんじゃパチスローでーってまたはい、絶対ダメなタイミングだよ、落ちたらね。あとはね、あとはね、立ち上がろうね、絶対にね。全然出てないからね。よくないよ。全然出てないよ。気持ちよくさせに来てんな。あー、緑の方が楽しいもんな。うわ、遅い。え、紫まで行かない。あ、赤まで行ったもの。赤まで行ったもの。緑で止まってるんじゃない、緑で止まってるってって言ったら、あ、紫止まったんか。ティーガー。いやー、気づかん、かん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 。違うんすよ。2人で、怪獣と2人でコンビで出てくるわけじゃないの。違うん。はい、どうも、今日は地球制約しに来ましたけど、なんでやねんって。させるかい、させるかいっす。させるわけあるかい。ちょうど3分だしね。いや、また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 すぐそうやってくるもん。いや、また来るもん。勘弁してけろ。ここで倒れるとこほとんど見ねえんだけど、このボタンがせ、これボコって出なきゃダメなのかな。でしょ、よっぽどそうでしょね。はい、青、緑、緑まで早かった。紫が出ない、紫出ない、紫まで来た。赤じゃない、赤じゃない、あ、これヤバいパターンだ、ヤバいパターンだ。うわー、さあ、ザンホリー4つ、はい、1、2、3、4、はい、終了。なんてこったい。4500発獲得で終了です。ウルトラマンって宇宙人なわけじゃないですか、うん、なんで地球人のためにこんなやってくれるんでしょうね。え、でもあれでしょ、中身は地球の人だからじゃないの。あ、その合体した的なやつか。そう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 、お前に力を貸そうっていう。けどなんかティガだけ違うんですよね。あ、そうなの。ティガだけその系譜じゃない、ないらしくて、なんか遥か昔、その地底に埋まってたみたいな。だから光の戦士なんですよ。ほら、それはみんな兄弟じゃないですか。ウルトラ7兄弟8兄弟みたいな。もう系譜じゃないんですよ、ティガだけ。あ、そうなの、はい、え、それ生まれ前はその M70 何世から来たんじゃないの。ないらしいです。あ、違うの。ティガだけ違うらしいです。へえ。え、どっから来たの、ティガは。古代人みたいな。嘘だわ。僕も手が見たわけじゃないんで分かんないですけど。そうだったんだ。ああ、その系譜じゃないらしい。え、ってことは、ああ、そのウルトラの父とかウルトラの母とか太郎とかに会ってもはみたいな感じってこと。誰みたいな。似て、似すぎだろ。似てんな。似すぎだろ。じゃあ君似てんな、なんかどっか昔繋がってんですかね。っていう、その似てるっていう意味で言うと、はい、三重県に、三重にお前のことすごい好きな人いない？俺何回か三重の四日市近辺でヤルオいるってなったことあるんだけど。ヤルオいる？うん、バッチさんに？違う、ヤルオがいるわって。あ、ヤルオがいる。打ってる。あれ、あれヤルオ打ってんだけどって。その制作さんも、あの確かマリモさんもかな、一緒にいたの。ヤルオだったってなって、いや、さすがに違うわって。でなんか SNS 調べたら、あいつ大阪だもん今日ってなって、いや、ヤルを意識しすぎだっていくらなんでもっていう。そんなにですか。そう、こじゃれた格好してんのよ。はい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 。で、メガネもその金縁で、なんかあった時は大丈夫ですよね、なら。そう、本当に打ってる姿そっくりで、で、まあ、なんていうの、あの、たまたま似てるレベルじゃないのよ。寄せてる、寄せてる。そう、寄せてる、絶対寄せてるのよ。はいはいはい、会いに来た、来たりしてないのかなと思って。いや、ないっすね。あ、そう。はい、入り今回って思いますけど、ね、お前ドッペルゲンガーちゃうか。じゃあそうっすね。おう、でも全然こっちに興味示さない、ね、だから黙って打ってるだけなんだけど、はい、こっち向かないから台の方まっすぐ見てるから、多分正面とかから見たら違うんだろうけど。なるほどなるほどなるほど。それこそ多分あれだよ、ジャンバリのスタッフさんたちも間違えたぐらい。よっぽどやないか。お、視聴者の人がそう言ってきたの。あれ、今日ヤルオさんも来てるんですか。え、どこにいんのって言って指さされたら、あ、本当だ、いるやんってなって。へえ。その人はあれかもしれないですね。僕がいつかどこかでなくしたパチスロ勝てる未来の方のヤルオかもしれないですね。ああ、そうかもしれん、淡々と打ってたもん、なんか、魔人ブーみたいなもんですよ、全作で。
そうかもしれない。勝ちと負けで分かれた方の勝ちの方かもしれない。勝ちの方の野郎だったかもしれない。なんで俺こんなに勝てるんだろうって思ってるかもしれない。負けねえっつって。昔ちょっとだけパチンコ屋さんでバイトしたことがある。スロットしか知らなかった頃なんですよね。まあ、打ち始めて1年ぐらいの時ですよ。海物語の島に配属になったんです最初。まあ、分かりやすいからって。画面が紫だったら箱を下ろして、なるほどな、緑だったらそのままだよみたいな。だけどやっぱこうテンパるじゃないですか、忙しいと。で時短中の箱下げちゃってすっげえ怒られて、なんだとバカにしてんのかと、当ててみろみたいな。もう何当たるって分かってんだって。なんかでもパチンコ屋のバイトって確かに楽しそうやんな。みんなでワイワイ終わった後とか、やっぱみんな大好きでしたし当時。打つのがね、はい、で当時僕も、まあ、めちゃめちゃお金なくて、うん、2週間ぐらいしたらその働いた分前借りできるみたいなシステムだったんですけど、それまで今日いくらもないみたいな、何十円しかないみたいな。休憩室っていうか、まあ、事務所っすよね。一回休憩とかあるじゃないですか。その時にだから仕事を今ここにターゲット。それ相手女性だったらもう最低やぞ。最後の実践何打ちます。いずれにせよ最後の会話するもんな。はい、本当それこそ、はい、あるかもな。ボコンかい、ボコン、おーあるかい、マジか。エガちゃんです。コンコルド